川が流れておりまして、ここにかかっていた気仙大橋、はい、ちょっと角度を変えますが、海から津波が遡ってきまして、気仙大橋を破壊してですね、うん、上の方に約300メーター流して、その流されてこの部分を切り取ったのがこちらの展示物になります、うん、はい、ちょうどこの橋桁の、はい、この部分ですね、はい、ご覧いただいたようにもう曲がってしまってですね、はい、このような形になる、あんなというものがね、はい、このような重さのものも網のようにできない、はい、本当にね、本当にあの津波の威力というのをここで、ご紹介しているかもしれないですよ、はい、ハーモニカ、トランペット、はい、この林の中に引っかかった状態で発見された消防団の車両になります。こちらに乗ってた消防団は無事でした。はい、ただ岩手県内だけでもですね、消防団員が90名犠牲になっております、水門の閉鎖に当たってた方、あるいは避難誘導、こういった、まあ、団員がですね、犠牲になったということで、ここでご紹介しているのはこの車両に合わせてですね、やはりあの一人一人が、避難するという大切さとですね、また消防団員とか警察の方々ですね、市民の命を守る方々もこれを機にですね、例えば津波が到達する15分前にはもう団員を避難する、高台に避難する、そういったルールもこれを機に行われたと。ありがとうございました。